検討使、検討使とは、日本が党に派遣した施設である。日本側の資料では、党の皇帝と同等に公易、外交をしていたと記して、対等な姿勢を取ろうとしたが、党の認識として朝工国として扱い、旧唐初や新唐初の記述では、和国が党に派遣した朝工使とされる。中国では六百十八年に隋が滅び、党が立ったので、 それまで派遣していた、遣隋使に変えてこの名称となった。官票六年、八百九十四年に五十六年ぶりに再開が計画されたが、検討大使の菅原道真への県議により休止され、九百七年に唐が滅び、そのまま消滅する形となった。検討市選には、多くの留学生が同行し往来して、政治家、官僚、僧にも多くの人材を供給した。留学、 イクイマナ学の墓も中国で発見された。中国の先進的な技術や政治制度や文化、並びに仏教の経典等の収集が目的とされた。白月の絵の戦いで日本が大敗した後は3回にわたり交渉が任務となった。検討士は日本からは原材料の調工品を献上し、東皇帝から質量の高い返礼品の工芸品や 絹織物などが開始として可視されるうまみのある工房液で物品は焦燥院にも残る。それだけでは需要に不足し、死亡液は許可が必要で市場出入りも制限されていたが、検討し一行は調達の努力をしていた。旧東条和国殿には日本のきび真きびと推察される留学生が当庁から受けた留学手当はすべて書物に費やし、 帰国していったという話が残されている。第一次検討誌は、除名天皇二年、六百三十年の犬神の三田月の派遣によって始まった。本来、朝皇は中国の皇帝に対して年一回で行うのが原則であるが、以下の当時の記述が示すように、遠国である日本の朝皇は毎年でなくてよいとする措置が取られた。この年三月を免ずる措置は、和国に、 党への都市密ぎ義務があることが前提で、当国は和国を作法する国家関係を当然のものと考えていたと指摘している。なお、日本は以前の遣隋使において天使の国書を送って容体を怒らせている。遣唐使の頃には天皇法を使用したと中国の皇帝と対等であるとしているが、党の側の記録においては日本を 対等の国家として扱ったという記述は存在せず、天皇号の使用自体を伏せていたとされる。むしろ天平昇法五年、七百五十三年の長賀において、白木の使者と石字を争いを通すという事件が起こる。しかし、かつての八国王や山大国の女王、卑弥呼、和の子王が、中国王朝の進化としての作法を受けていたのに、大使、剣闘士の時代には、日本の天皇は、 当朝から作法を受けていない。その後、闘争、一直、有意見の書に見える、20年一来、20年に一度の兆候が八世紀頃までに規定化され、およそ十数年から二十数年の間隔で、剣討士の派遣が行われた。剣討士は200年以上にわたり、当時の先進国であった、唐の文化や制度、そして仏教の日本への伝播に、大いに貢献した。 回数については中止、相当客死などの数え方により諸説ある。他に14回、15回、16回、18回説がある。日本が最初に、遣唐使を派遣したのは、除名天皇2年、630年のことである。水戸天皇26年、618年の随の滅亡と続く等による天下平定の情報は、 日本側にも早いうちから入っていた可能性がある、聖徳大使、蘇我馬子、水子天皇と国政指導者の相次ぐ死去によって剣士が遅れた可能性がある。ちなみに、高栗は党成立の翌年、白木徳太らはその2年後に党への使者を派遣している。だが、この第一次検討士は結果的には失敗であった。党は帰国する検討士に 高評人を随伴させたが、高評人は日本にて礼を争い、皇帝、体操の長命を伝える役目を果たせずに帰国した。争った相手については、南馬バ芸品館での折衝段階と思われるが、旧、当女は和の王子、新当女は和の王としている。日本初期には、このような記述は存在しないものの、高評人の南馬での歓迎の品礼以降、 帰国までの記事が欠落すなわち公表人と除名、天皇の会見記事が記載されておらず、何らかの異常事態が発生したことを示している。これは、党側が日本への作法を命じようとして、金明天皇がこれを拒んだと推定されている。その後、この作法拒否の影響で、23年間日本からの剣士は行われず、党側も、コーとの対立や、 特決や交渉との争いを抱えていたため、久しく両者間の交渉は中絶することになる。党が周囲国と争う中で二代皇帝即位後に、納得はしないまま外交戦略として和国の方針が受任され、白地四年、六百五十三年、不審の外エビスの立場で、作法関係のない検討士の兆候が再開され、作法を受けなかったことは、天皇号の成立や、 日本国号の変更、独自の律令制度制定など、後の歴史に大きく関わる。再開後、天治天皇8年、669年まで6度の、検討士が相次いで派遣されているが、党と朝鮮半島情勢をめぐって緊迫した状況下で行われた検視であった。地理的に、党から離れていた日本は、国際情勢の認識で遅れを取り、 特に最明天皇五年、六百五十九年の第四次検討士は党によるくだら討伐の情報漏洩を阻止するために党側によって抑留され、2年後に解放されて帰国するまでの間に日本側ではくだら救援のために党との対決を決断する白月の絵の戦い。その後の第五次から七次剣士は、 両国の関係改善と等による和国討伐の阻止に向けた扱いであったと考えられる。天智天皇八年、六百六十九年七回検診直後の天智天皇十年、六百七十一年十一月二日、津島国を経由して、当時各務総が二千人の軍病と思われる、多人数の死者で突如来航し、間もなく、畜子国に突き駐流し深刻な侵攻状態となった。 翌年交渉の末に、当氏らに大量の甲冑弓矢の武器や布などの贈り物をすることで5月30日帰国させた。やがて、当と白木の対立が深まったことで、危機的状況は緩和され、日本側も人心の乱の混乱とその後の律令体制確立への専念のために、再び剣士が行われなくなる。史の歴史にとって大きな活気になるのは、 大法2年、702年に派遣された第8次、検討士である。日本側では検討に、文武天皇が初めて窃盗を与えて、国交正常化を目指し、一時期有力視された石田氏の大法律令を、東側に披露したという説は、東王朝は、周辺諸国の律令返纂を認めなかったとする説が、有力となったことから、成立困難となっているとされる。当時側転、 武功の末期にあたり、党、当時は、州の外交が不審な時期であったため、積極的な歓迎を受けた。日本の国語を変更は、日本、どちらも同じ国語を、大和だが、漢字表記を変更が通告されたのもこの時と推定されているが、記録の不備あるいは政治的事情からか検討しが、党側を納得させる説明ができず、後の、旧、当女に、日本伝統、 和国殿が並立する縁因になったと見られている。8世紀になると東アジアの情勢も安定し文化施設としての性格を強めていく。9世紀前半に日本側も長候前提とし20年一密着を原則としていたが日本側は天皇の代替わりなどを口実にそれよりも短期間での派遣を行った。また、法規6年。 775年の遣唐使の際には、党の祝層の移行で帰国する、遣唐使に随行する形で、唐側からの死者が派遣されいる。ただし、大使の長と見てるは、船の難破によって推しし、方願が代行の形で、公認天皇と会見している。その一方で、生史や現行の律令など、唐王朝にとって重要な書籍、法令などは持ち出しが禁じれており、 また、検討士を含む、外国施設の行動の自由は制約されていた。旧世紀に入ると検討士を取り巻く情勢が大きく変わってくる。まず、党では、安氏の乱以後、商業課税を導入した結果、国家の統制下とはい民間の海外渡航、貿易が許されるようになったことでや、これは白木に関しても同様で、旧世紀前半の朝、歩行の活動は、 その代表的な存在である。また、安氏の乱以後の党の国内情勢の不安定が、外国施設の待遇にも影響を与え、延暦23年、804年の県当時の時には、党側から厚く待遇されて、帰国を先延ばしにすることを勧められるほど、日本語き、延暦24年6月期の富城であったが、やがて、礼遇されてゆく。一方、日本側の事情としては、 検討市以外の海外渡航を禁止していた都会制の存在も影響し、検視感覚が空くことによって、都会に必要な航海技術、造船技術の低下をもたらし、海岸の多発や、それに伴う、検視意欲の低下をもたらした。結果的には、最後の検討市となった、上和五年、八百三十五年の検討市は、出発に二度失敗し、その間に、大使、藤原恒次と、 福祉、小野高村が対立して、高村が船を拒否して、沖へ入るされるが、根底に、検討士の意義に疑問があったとされる。さらに、帰国時にもその航路をめぐって常継ぐと方眼町、新興明が対立するなど、諸問題が一気に露呈した。上和五年、八百三十五年の検討士の時には、留学生、受けますを、短期留学生をめぐる環境の悪化も、 問題として浮上していた。元来留学生は次の県市、日本であれば、次の県投資が派遣される20から30年後までに、滞在し、費用の不足があれば、東側の完備支給が行われていたが、留学生に対しても、留学期間の制限を通告される、縁人、日東具法巡礼行期、等改正4年2月24.27日以上などの、礼遇を受けた。 上和の留学生であった園斎は、完璧支給は5年間と制約され、以後日本の調停などの支援を受けて、留学を続けた。なお、園斎の留学は40年に及んだが、帰国時に遭難して推進する。また、留学、現地で長期間生活する上で必要な看護、中国語の習得に苦労する者も,も多かった。 上和の検討使の天台宗を日本に伝えた最長は、看護ができず、弟子の吉曽根が、訳語、通訳を務め、立花の早成は留学の打ち切りを創生する文書の中において、東側の官費支給が乏しく次の検討使が来るで、あろう二十年後まで持たないことと並んで、看護ができずに、現地の学校に入れないことが挙げられており、小巻後、ため、立花学生元国史、 計、最終的に2年間で帰国が認められている。党の衰退による政治的意義の低下、党、白木の商戦による文物将来、留学環境の悪化など、日本国内の造船、公開技術の低下など、上和の検討士とそれに相前後する状況の変化は、検討士を派遣推る義を失わせるものであり、官票6年、894年の検討士の延期と、 その長期化、ひいては党の滅亡による、停止、実質上の廃止に至る背景が、延暦、上和の派遣の段階で揃いつつあったと言える。検討支線は、大阪住吉の住吉大社で、海上安全の祈願を行い、海の神の住吉大宮を船のへさきに祭り、住吉津、大阪市住吉区から出発し、住吉の細江、現、細江川。通称、 細井川。細井川停留場から大阪湾にで、何わず、大阪市中央区に立ち寄り、瀬戸内海を経て、名を打福岡県福岡市博多区に至り、大会を渡る最後の準備を出版。その後は、以下のルートを取ったと推定されている。六百六十三年の白月の絵の戦いで日本は、朝鮮半島での足場がなくなり、六百七十六年の、と 白木戦争で、白木が半島から東軍を追い出して統一を成したため、東と白木の関係が悪化し、日本は北路での検討市派遣ができなくなり、新たな航路の開拓が必要になった。なお、665年の検討市は、白月の絵の戦いの後に、東から日本に来た施設が、東に帰る、際の総統客市である。839年の起路は、 三島半島南海岸から航海を横断して、朝鮮半島南海岸を経て、北九州に至るルートが取られたようである。県東支線は、ジャンク線に似た構造でアジロボを用い、後台には、浅星の補助の布帽を使用していた資料もあり、ヤグラコギを併用していた。アジロボは、海兵が簡単で横風や前、風などの変風に即時対応しやすく、優れた、搬送性を持っている。 船体は、大破性はあるものの、気象条件などにより無事往来できる、可能性は8割程度と低いものであ。4隻編成で航行され、1隻に100人、後期には150人程度が乗船した。後期の検討視線の多くが、風雨に見舞われ、中には遭難する船もある命がけの航海であった。この原因に、佐伯やや力魚は採用された、白木船形式は、 中型船までは優秀だが、検討士船は、大型化のための接合で、風や波の打撃も大きく、へさきとともが外れやすくなったとし、第1期、除名から、展示庁220人、第2期、文部から、順任庁240から150人が、第3期、公認から、宇多町から160から170人と、大人数化市場員の積載物資も激増して、 遭難が多発し始めたと指摘する。東野春幸は、検討士の外交的条件を挙げ、検討士線は、それなりに、高度な公開技術を持っていたとする。しかし、検討士は長考市という性格上、気象条件の悪い6月から7月頃に、日本を出港、元日長賀に出席するには12月までに、党の都へ入りする必要があるし、 気象条件の良くない季節に帰国せざるを得なかった。そのため、都会中の水没、遭難が頻発したと推定している。海事史学者の石井賢治は、前期の沿岸広法である北路とは異なり、後期の難度は、当時の未熟な公開技術で、五島列島から直接東、シナ海を突っ切るため、遭難が頻繁した原因とする。ら新番などがない。 この時代の航海技術において、中国大陸の特定の港に到着することはまず不可能であり、島に到着した、検討士はまず事前の到着位置を確認した上で、近くの集権に赴いて、現地の官の査察を受ける必要があった。査察によって、正規の使者であることが確認された後に、集権は、駅伝制を用いて、島の都である長安まで検討士を送ることになるが、 安氏の乱以後は安全上の問題から長安に入れる人数に制約が設けられた事例もあった。長安到着後は、外宅と称される施設群が宿舎として用いられた日本の航路館に相当する。長安に到着した検討士は皇帝と会見することになるが、大きく分けて日本からの神仏、国書があれば、共に、を皇帝する儀式の、礼味と内以外の会見の儀式の、 対に帰国の途に着く際に行われた対面儀式の地味が行われた。前者は通常は、信正殿にて行われ、神仏の受納と剣闘士への慰労の言葉が下されるが、皇帝が不出業の場合もあった。後者は皇帝の日常生活の場である内朝、日本の代理に相当するの施設で行われ、皇帝からは、 日本の国情に関する質問や党から日本に対する具体的な指示、意向が示され、検討市からは留学生への便利や書物の貸し、物品の購入の許可などの要請がなされたと考えられている。また、検討士の滞在中に元日の長賀や咲く当時が重なった場合には、関連行事への参列が求められ、その後の共演では、大使以下に党の官品、 以下が授けられた。なお、俗に本気などによれば、大使には、肖像品級が授けられ、以下役職によって、官品の工程に差があったという。また、大味によって許可された書物の貸しや、物品の購入も行われたが、実際には、東側によって、公然、非公然に海外への持ち出しを禁じられた、書物、生紙や法令、奏書など、焼き調品も存在した。また、 原則的に検討士を含めた外国施設は外宅に滞在し、現地の住民との自由な接触を禁じられていたが、実際には到着の段階で、位置確認のために現地の住民と接触をせざるを得ず、希望する文物を獲得するための交渉などの必要から、その原則が破られることは珍しくはなかった。最後に、 検討士は皇帝に対して帰国許可を求める地味の会見を行う。東側は末期を除いて検討士の長期滞在を望んだが、日本側では使命終了後の早急の帰国、留学生を除くが原則となっていた。検討士が出港する都に向かう際には、東側から河路寺の官人が創始として付けられ、出港直前に皇帝から託された。 東側の国書が検討士に渡された。なお、極めて稀であるが、東側より、日本側への剣士が行われたことがあり、第1回の公表人、法記念館の長と見てる。ただし、日本に向かう途中に推進したため、法願孫教師が、大使の代行を務めた学校に該当する。また、安氏の乱祭中の天平法事年間には、検討士の護衛として、 越州浦洋府を清水手間の陳を門見たけが付けられている。ただし、乱による混乱から陳コレオからは党に戻ることができず、そのまま日本に帰化している。演劇式大倉省式による検討士一行は以下の通りである。党では874年頃から高想の乱が起きた。高想は洛陽を長安を陥落させ、再、 880、884年を成立させた。歳は短期間で倒れたが、党は弱体化して、首都、長安周辺のみを治める、地方政権へと調落し、すでに民間交易も活発化し、朝使いが薬がを民間商船で、日東館を往来してに入れた事例もある中、東国運州長官、主法の求めに応じる形で、官票6年、 894年歌天皇主導で56年ぶりに検討士計画が出られた。この計画が検討大使菅原道真による権利受け礼職業議定検討指針市場により停止された。この停止は時期地の中止を意味せず延期する形であり、道真ら検討士予定者も引き続き検討士の職位を帯びていた。受け礼職業議定検討指針市場は、 当在住留学総中の当の国情情報によっている。内容の概要は以下。さらに、当時の日本の対等感の変化として、当への同系の根底にある当の学芸、技能を凌駕したとする認識の生成が、検討士派遣事業の消極化の背景として挙げられるとされている。しかし、招待の変によって道真が左遷されて、大使を失い、ついで演技7年。 907年には党が滅亡したことによって、検討史は再開されないままその歴史に幕を下ろした。検討史の停止後、日本の朝廷は国家の許可なく異国に渡ることを禁じる。都会制と党や総などの商船の来航制限、前回の安置、滞在許可から次回の安置まで十四年の間隔を空けるを定めた年期制が採用されたとされている。ただし、 都会制自体は、公私、公的な死者、日本で言えば、検討し、使い白木氏、使い木海氏など、以外の往来を禁じた、各国立療法の規定の延長に過ぎず、旧世紀後半から、東や白木では、この規制が緩んで、国家統制下で民間貿易が認められたのに対して、島国であった、日本だけが引き続きこの規定を維持する、地理的条件を備えていた。同様に、 年季制もこの仕組みを維持するための政策であったと言える。だが、海外への都会制限はないという研究もある。だが、剣闘士の停止以後も、貴族や寺院を中心とした、動物の流行などを中国の文物への憧れや、需要は変わらなかった。そのため、十世紀後半に入ると朝廷が様々な、公実を設けて、宋や高来の商船流行を認める、特例が見られ、 一方で、法の規制をかいくぐって、宗や高来に密航する日本船も登場するようになった。さらに、年期制の規制では、逃走承認の日本での滞在期間が考慮されず、かつ、年期制違反によって、巡る客、帰国処分を受けても取引自体は禁じられなかったため、逃走承認は、打宰府に近い博多に、逃亡と呼ばれる、居留地を形成して、貿易を行った。 とはいえ、石棺期、陰性期でも、都会制、年期制違反で処分された事例も存在し、こうした規制は曲がりなりにも都場陰性の時代、12世紀中期までは維持されたと見られている。都場陰性期に入ると、平野忠盛のように太財府による規制を排除して、僧の商船と取引を行うなど、貿易の国家統制が解体されて民間が主導する、日ソ貿易が本格化することになる。 また、日本では、検討指定詞以後に、独自の文化である、国風文化が発達することになったとされているが、貴族の生活、文化は依然として輸入された動物によって支えられ、公文書も、漢文で作成され続けた。また、王義氏の書や、白、巨儀の詩が、国風文化の作品とされる書画や文学作品に、大きな影響を与えた点についても様々な指摘が、されている。 こうした風潮は、中世の武士の時代になっても同様であり、一例として、大鎧に代表される武士の豪奢な鎧は、中国から輸入したいロイトが必要不可欠であった。2010年の上海国際博覧会でのジャパンデーに、合わせ、財団法人の角川文化振興財団、理事長、角川嗣彦の企画、検討支線再現プロジェクト、共産、森ビル、読売新聞社、 経済産業省、文化庁などによって、全長30メートル、全幅9.6メートル、排水量164.7トンで復元された、エンジン付き検討士船、名誉船長、夢枕幕が、かつての検討士と同一の航路で、大阪港から上海入港した。出港式では、住吉大社の安全祈願と歌手の坂本真也による、プロジェクトのテーマソング、作曲、編曲、 菅の容姿の披露が行われた。プロジェクトの親善大使を務める俳優の渡辺健を乗せて会場内を流れる広報校を航行した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。